少しずつ動きがとろくなってるぜ。なんてやつだ、これほどとは。限界のようだ、カカシ。な、あんたはここで終わりだ。カカシ先生。今さらお前が出てきたと。私がサスケ君を止める。私が。遅い。よせ、サスケ。ナルト。ナルト。俺以上にいいタイミングだよ。お前まで来ちゃうとは思わなかったが。サスケ、サクラちゃんは同じ第7班のメンバーだぞ。元第7班だ。俺はな。今ので分かっただろ、ナルト。サスケはもう昔のサスケじゃなくなってる。サスケ、イタチの真実ってのをマダラってやつから聞いた。嘘か本当かはよく分からねえ。けど、どっちにしてもお前のやってることは、わかるってばよ。ん？何がわかるってんだ。何が。親も兄弟もいねえてめえに何がわかる！他人は黙ってろ！さっきだ。さっきやっとイタチの仇を撃てた。木の葉の上役、団蔵をな。何？あの団蔵を。今までにない感覚だ。怪我されたウチハが浄化されていく感覚。腐れ切った忍び世界から、ウチハを決別させる感覚。ある意味、お前たちコノハがずっと望んできたことだ。ウチハを否定し続けたお前たちの望み通り、お前たちの記憶からウチハを消してやる。お前たち、コノハの全てを潰すことでな。
つながりを断ち切ることこそがジョーカー、それこそが本当のウチャの最高だ。憎しみ、その積み重ねの歴史が今のサスケを作ってしまった。ナルト、サスケ君。もういいだろ、ナルト。ここは俺に任せろ。もう少しで答えがわかる。そんな気がする。カカシ先生、ここは俺にやらせてくれ。もう少しで分かりそうなんだ。お前、何を言ってる。次はお前か、ナルト。